東急こどもの国線。こどもの国線は、神奈川県横浜市緑区の長津田駅と横浜市、青葉区のこどもの国駅を結ぶ鉄道路線。横浜高速鉄道が第三種鉄道事業者として線路を保有し、東京急行電鉄、東急が第二種鉄道事業者として旅客の運送を行う。2000年までは、社会福祉法人こどもの国協会が施設を、 保有していた。路線図や駅ナンバリングで使用される路線カラーは青色、路線記号は KD。他の第二種鉄道事業線とは異なり、駅等には第三種鉄道事業者である横浜高速鉄道の社名も表示されている。東急で唯一の単線路線である。1959年、昭和34年の交代し、秋人の結婚を記念して、 旧日本軍殿な弾薬庫跡地の給料に1965年昭和40年に開園した子供の国へのアクセス路線として1967年昭和42年4月28日に開業した開業当初はスタッフ閉塞方式だった当時の国鉄長津田駅から棚弾薬庫への専用線を利用しているが営業路線への転換や建設にあたって 東急が支援している。建設計画時には、子どもの国駅からは、現在の緑山スタジオシティ三輪緑山付近を経て、小田急小田原線の鶴川駅までの延伸案や、同線玉川学園前駅への延伸案があったが、子どもの国協会法の制定審議過程で、延伸案は、否難された。開業初期には、大井町駅からの直通臨時快速列車や、 小学生の遠足などの団体列車の運行もあった。当初より社会福祉法人1981年までは子どもの国協会法、現配誌に基づく法人子どもの国協会が施設を保有し、東急に運転管理を委託する形で営業されていたが、地方鉄道法に代わる鉄道事業法施行により1987年、昭和62年4月1日、 協会が第三種鉄道事業者、東急が第二種鉄道事業者となる。1989年、平成元年1月26日からはワンマン運転が開始されたが、車両自体は改造せず扉横にワンマンのシールを貼っていた。1986年頃から沿線の大規模宅地化が進み、沿線人口の増加によって通勤需要の要望が上がった。 しかし、通常の鉄道路線として営業を行うには公益法人としての目的から逸脱するため、子供の国協会は1997年、平成9年8月1日付で第三種鉄道事業を第三セクター横浜高速鉄道2条とした。横浜高速鉄道は同年10月から改良工事に着手、11月10日から 子供の国が休園し、休園日、ダイヤとなる月曜日に、初電と終電を除いて、列車を運休した。その間は大行バスを走らせ、子供の国駅の駅舎を建て替え、ロングレール化を行った。さらに行き違い可能な温台機を新設し、2000年、平成12年3月29日から全時間帯、運行し、沿線住民の通勤用も担う、通常の鉄道路線として、 営業を開始した。東急ではこれを通勤線化と呼んだ。また、通勤線化完成に先立ち、1999年、平成11年8月1日からは、横浜高速鉄道 Y000 系の営業運転が開始れた。通勤線化計画が出ると、長津田付近の住民から反対運動が起き、通勤線化計画に反対の看板まで出された。 その理由は、長津田付近にある急カーブによる騒音だが、東急は当面、カーブでの、さらなる速度低下やレールにウレタンを貼り付けるなどの対策を行った。通勤線化工事がされる前には、弾薬庫への引き込み線だった名残で線路脇に、使われなくなった線路やピットが残っている場所もあったが、これらは通勤線化工事に伴い、ほとんどが撤去されている。なお、 新設された、温田駅付近には、長津田車両工場の特集場があり、東急の鉄道線全線、全車両の全県と地方に譲渡される、東急車の改造などを行っている。通勤線構えは純粋な子供の国へのアクセス路線という位置づけであり、運転時間帯は子供の国の開園時間に合わせられていた。初電が8時台、終電も18時台となっており、 休日ダイヤの方が本数が多い上に列車間隔も不均等で天候や子供の国の利用状況に応じて運転される不定期列車が数多く設定されていた。当時、子供の国の休園日の毎週月曜日、月曜日が祝日の場合は、その翌日には休園日ダイヤという毎時一本程度運転のダイヤだった。この休園日ダイヤにも平日と 休日の2種類があった。通常の休園日には、平日休園日ダイヤを用い、休日休園日ダイヤは元日など限られた日しか用いられていなかったが、それぞれ異なるダイヤだった。なお、通勤線か直前の時点でも土曜日は平日、ダイヤであった。また途中に交換設備がなかったため、一本の列車が往復する運行しかできず、ゴールデンウィークや、 夏休みなどの脱客期には、大井町専用の5両編成の列車を走らせて対応していた。この場合はワンマン運転を取りやめ、車掌が乗務していた。通勤戦下後は、運行時間帯が平日は5時台24時台と休日は6時台23時台と大幅に拡大し、音大期に交換設備ができたため、列車本数も平日の朝夕の混雑時間帯は、 最大10分間隔、平日の日中と休日の終日は20分間隔のパターンダイヤとなって利便性が大幅に向上した。また、休園費ダイヤも廃止され、子供の国の休園日も通常の平日と休日ダイヤに統一されている。ゴールデンウィークや夏休みなどの脱却期には日中の運転間隔を通常の20分間隔から10分間隔にして、 運転本数を増やすなど、利用状況に応じた対応をしている。子供の国線の車両は次の通り、また、1996年には、大井町専用の東急 9000K9007F が、計3日間3両編成化されて、子供の国線で運用されたことがある。運賃は通勤線化される前より、他の東急各線とは別体系となっている。 全線均一制で2014年4月1日現在、IC カード利用の場合は154円、切符購入の場合は160円、小にはそれぞれ77円、80円である。東急太郎線との運賃は単純に合算となるが、電園都市線青葉台駅、棚駅、つくしの駅、鈴鹿家台駅の各駅との間は乗り継ぎ割引があり、合算額から20円。 小20円引きとなる。なお、IC カードで乗り継ぎ割引を適用する場合には、本来駅もしくは子供の国駅と長津田駅の自動改札機通過時刻の差が60分以内である必要がある。また、長津田駅でも田園都市線とは別改札となっている。長津田駅の本路線乗り場は改札外に位置しており、本路線に有効な乗車券であれば、 乗車のために出場することができる。長津田駅から乗車する場合は、同駅駅車内の券売機で乗車券を購入するか、下車駅生産、温田駅、子供の国駅の生産機で支払うとなる。温田駅、子供の国駅では、券売機、改札機によるで改め修札が行われており、車内修士は行わない。長津田駅での修札は、信用方式、 切符回収箱への投入である。ただし前日のように、本路線は均一運賃であるため不正乗車の問題が生じることはない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。